こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も得ながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの大武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。先日ね、親方への挨拶ということで、やりました、はい、はい、まあ、それの補足という感じで、はい、また弟弟子さんいただいてますので、まあ、みんな経験してきてるからね、読ませていただきますね、はい、弟弟子の奈良ひかりさんです、はい、挨拶での補足ですが、うん、親方が早く帰られている時に相撲から帰って挨拶に行くと、おかみさんが親方休まれてるから挨拶するわよ、うん、親方に言っとくねと言われたことが何回も。それはもう親方もね、もうずっと我々を待ってるわけじゃないんでね、そういうこともありますね。そうですね、うん、まあ、その時おかみさん のその声がけがすごく温かいですね。心遣いはほっとしましたね。そうですね、うん、それでね、あの時に松武蔵さん、たまにはサボったり行かなかったりしても、はい、親方ひょっとしたら気づかないんじゃないのなんていうことを言ってたんですよね、うんうん、はいはい、これ奈良ひかりさんから貴重な証言があります、はいはいはい、武蔵丸関の荷物を積んで大阪まで移動した時に挨拶に行けなかったことがあった、うん、はい、そうなんです。そしたらね、まあ、奈良ひかりさん本名中原さんなんですけども、はい、今日は中原はどうしたっていうふうに他の力士に尋ねられた。お、ですから親方はしっかりと誰が挨拶に来て誰が来ていないっていうのを把握されてますよという、うん、証言がありました。そうですね、すごいですね。やっぱりもう多い時やったら30人近くの弟子がいたわけですけど、でね、この話をした後に思い出したのが、はい、ちゃんこちょやしてたんでね、はい、例えば来週の日曜日に、うん、親方のお客さんが来るよっていうのを、うん、ちゃんこちょの私に伝えて準備があるじゃないですか、はいはいはい、でそれを挨拶の時に言われる可能性もあるんでね。そうか、仮にその日にサボってたりしたら何や言おうと思ったのに、いや、もう絶対用事がない時も覚えてるかもしれないですけども、伝えたいことがあるのに、はい、あいつ来てないってなったら、はい、これはちょっと大問題になりますね。それでね、うん、また前鳴門部屋の若さおみさんが、はい、また部屋それぞれがね、鳴門部屋ではね、うん、まあ、ここは同じなんです。本場所中は一人一人親方にお疲れさんでございますと挨拶していました、はい、やはり着物浴衣姿でしたが、うん、場所ごと普段は基本挨拶はありますね。ここもひょっとして武蔵川部屋と違うのかなと思ったのは、場所後の給金をいただくのも親方からいただいてたということなんですね。武蔵川部屋では私らの時はね、給金の袋、うんうん、マネージャーからもらってたような気しますけどね、うん、ま、ちょっと奈良ひかりに聞きましょう、そうですね、はい、それで、まあ、その若さおみさんね、苦い思い出ですが、新弟子の時に出かけて挨拶に行きそびれて、それで外出禁止を言い渡された経験があります、うん、やっぱりね、鳴門親方の高野佐藤さんも、めちゃくちゃ厳しいという話は聞いたことありません、ね、そういう世界なんでね。そうですね、うん、それでね、まあ、今回の質問なんですが、はい、東京都の40代の男性の方から、はい、ありがとうございます。ちょうどね、これに関する質問が来ています、はい、お相撲さんは目上の方へ挨拶をするときに皆さん腰をかがめて指先を床につけお疲れさんでございますという独特の挨拶をされますが、これはどのような意味があるのでしょうか。私の推測では床に指をつけることが頭を最大限に下げるため最敬礼に当たるという解釈ですが、いかがでしょうか。そうですね、これはね、畳の部屋とかリビングでも親方が座っている時とかはもう、もちろん頭だけじゃなくて、うん、指をつくことで、全然違った話、はい、旅館とかに行ったら、はい、中井さんとか おかみさんとかが、はい、着物着て、はい、こうやって本日はって挨拶に来たりする、まあ、我々は腰を割ってこう手をついて、はい、まあ、膝まではつかないんですけど、手をついてお疲れさんでございますということを伝えるんですけどね。やっぱりこう和服を着てる時の挨拶の仕方っていうのがかもしれないですね。はい、わかんないですね。部屋に帰って親方に挨拶だけじゃなくて、うん、例えば親方の審判してる時に、うん、審判部室に入る時も、はい、襖を開けて、はい、お疲れさんでございます、うん、ちゃんとこう大きい声で挨拶して入っていくんですよ。そうなんですね。例えば国技館の帰りに、はい、駅の近所で親方に会っても、はい、お疲れさんでございますって頭下げる、はい、もう向こうも立ってますから、はいはいはい、そういう挨拶をしますね、はい、なので常にお疲れ様でございますっていうことは、はい、挨拶の一つでね、うん、
関取衆親方に会ったら絶対にしてました。よその部屋の親方とかにたまたま、でもね、あんまり見かけない親方とかいるんですよ。私は全員の親方、当時のね、の親方と名前は覚えて知ってたんですけども、痩せられて普通の格好してる方が道で会っても挨拶できそびれるっていうか、そこまでは至らない、ね、気づかない、気づかない、うん、でも向こうは分かってますからね。ああ難しいですね。そうそう、部屋持ちの親方とか、審判部の親方とかは分かるんですけども、木戸の親方とか会う機会がない親方は、どうやって覚えたのかな。なんかこう名鑑とか見て、あ、この親方、私がちっちゃい頃に相撲見てた時の名前と、ああと思いながら、でもね、松本さんいつも言ってますけども、あの子供の時から相撲好きだったんで、ある程度こう現役の時も知ってるでしょうけども、お友達の島武蔵さんは全く相撲興味なくて知らなかったって言ってましたでしょ。そしたらその昔活躍した人であったらもう全然ピンとこなかったかもしれないですね。そうでしょうね、まあ、体が大きいとか、こういう感から出てきたとか、そういうでもね、見てた私でも出羽海部屋に入門した時に、親方衆と初めて会った時にいっぱいいるんですよ。3分の2の親方は現役時代知らないです、かなりね、年配の親方が多かったっていう話でしたよね。例えば大関だった塩の海の出来山親方って言われてもね、塩の海っていう大関いたみたいな感じでね、それも出羽海部屋の親方なんで、挨拶と言葉の言い回し方、間違えないように気使いながら言ってました。そうですか、でもあの親方の方も大変ですね。たくさんの力士がみんなお疲れ様です。そうですね、私もいろんな親方に挨拶してきましたけどね、とかそう言われるとなんかこう序二段ぐらいでも、あ、挨拶受け入れてくれたと思うんですけども、そういう人だったのかな、あの、いつ挨拶しても答えてくれない親方とかもいました、うちの前の武蔵親方の宮野さんとかは、他の部屋の力士とかが挨拶しても、はいとか、とかね、相づちは打ってたと思います。あ、そうですか、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回チャンネル登録お願いします。